韓国で14年ぶりにマラドという大型の輸送艦が就役したね。F-35 戦闘機整備に使うのかアメリカ本土まで運ぶために建造したのかは不明だな。韓国の輸送艦だし、就役してもどうせどこかしらに不具合が生じそうなものだけどね。そうだね。さて今回は韓国で独特急強襲揚陸艦の2番艦となる、マラドが就役したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。時は2021年6月28日、韓国のキョンサンナムドの地根において、独特急強襲揚陸艦の2番艦の同国海軍において、最大の排水量を持つと言われているマラドの就役式典の、お祝いが行われたと韓国メディアで報じられたよ。韓国海軍1番艦であるドクトの就役から14年も経過しており、多少拡大されたマラドは基準排水量14,500トン、満載排水量19,000トン、全長 199.4メートル、全幅 31.4メートルの大きさというのが分かっているんだ。そして送還に必要な乗組員数はドクトでは約450名とされていたんだが、今回のマラドでは約330名と記載されており、かなり人員を削減して14年の歳月が精進化を推進させたのか否かは定かではないが、このデータを今は信じるしかないな。元来ドクトも最大速力は約22ノット程度と謳っており、これよりも大型な海上自衛隊の出雲加賀の約30ノットよりも、低速ではあるんだけど、これに関しては今のところ大きな変更はないんだって。強襲揚陸艦としての機能はマラドもドクトともほぼ同程であり、艦尾部分のウェルドップにホバークラフト型である国産の、LSFII 型やクッション型揚陸艇を2隻収容できることになっているよ。この LSFII 型やクッション型揚陸艇という機種は、アメリカや日本の海上自衛隊でも採用されている、LCAC-19 やクッション型揚陸艇と同等の輸送能力を持つと言われており、そのライセンス生産版であるとみなされているんだ。韓国海軍では、この LSFII 型やクッション型揚陸艇をソルゲ型と呼称しており、満載排水量155トン、全長 27.9 メートル、全幅 14.6 メートルで、K1 戦車や K55 自走砲等の大型戦闘車両を積載できるという、なかなかの優れものとなっているね。また全通式の飛行甲板には、5つもの発着用スポットが設置されており、韓国海軍や海兵隊が保有するヘリはもちろんのこと、必要に応じて陸軍が運用する大型ヘリコプターの受け入れも視野に入れたものと推測されるぜ。一時期は韓国がこのマラドを含む大型輸送艦ドクト級に、短距離離陸垂直着陸が可能な第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型の運用を、担わせる可能性も指摘されていたんだけど、こちらは今のところ実現化の方向には進んでいないみたい。しかし米海兵隊が採用している主力の輸送機 MV-22 オスプレイの運用には、なぜか対応しており、アメリカとの軍事同盟に基づく相互運用の一環として、周辺有事の際に使用されるという見解もあり少し謎めいた部分でもあるんだよね。こうした米軍との連携強化につながる事態を鑑みて、韓国のマスコミからはいたずらに中国を刺激するようなことは避けるべきではないかとの、論調も数多く見聞されており、ここに日本との違いを大きく感じるな。韓国は中国のご機嫌も取らなきゃいけないからね。これはアメリカが想定している朝鮮半島や台湾海峡有事における中国を、仮想敵国とした軍事的な枠組みの中に、もしかすると韓国も自動的に、同盟国として組み込まれることの危険性を危惧するものであり、昨今の同国の中国回帰の姿勢をよく表しているという背景が理解できるよね。ちなみに世界的に著名であるジェーン海軍年鑑では、ドクト級をドック型輸送揚陸艦と分類定義されているが、韓国メディアではおおむね大型輸送艦と漠然と称しており、ここにも中国への配慮に負わせていたぜ。ムンジェイン政権によってマラド島のドクト級の運用データを元にして、今後韓国は3万トン超級の軽空母建造を目指す方針を打ち出しているんだけど、これもかつては新型の大型輸送艦と呼ばれていたのも、今となっては納得がいくよね。なぜかというと、この政治的な配慮は日本の場合、自衛隊は、軍隊と名乗っていないため攻撃的な兵器の保有は、認められないとする建前に準拠したものだからなんだ。しかし日韓両国が空母保有を公式にしているということは興味深いものだよね。日本側にフォーカスを当てると、中国による尖閣諸島など、南西諸島の防衛の必要性が出雲加賀の航空母艦改修に舵を切らせたんだけど、韓国はこれを日本の空母保有を最大の理由にしていると言っているみたい。そして韓国側からしてみると、ドクト級に関してはイギリス本国で、かつてのインビンシブル級航空母艦の建造に携わった、英意系列企業の支援を仰いで行われており、
そういった意味では、すでに空母技術の部分的な移転を受けたものとも言ってもおかしくないな。ムンジェイン政権が打ち出している軽空母計画の内容として、クイーンエリザベス級航空母艦の建造に携わった、イギリスのパブコックインターナショナル社が加わるとの見方もあり、世界のメディアからも注目を集めているよ。昨今、極東方面に向かって各地で合同軍事演習等を行いながら公開している。クイーンエリザベスに関しても、韓国に寄港するという、可能性があると示唆されており、イギリスが関与する公算は大きいだろうね。ここで話をマラドに戻すんだけど、ドクトの一番艦が就役してから、14年もの歳月を経たということもあり、搭載している股間防御用の、兵装が刷新されている点は両艦の最も異なる部分だと見ていいんじゃないかな。具体的には近接防御用兵装としてドクトにはオランダ製の 30mm バルカン砲ゴールキーパー2機が積まれていたんだけど、マラドではアメリカの 20mm バルカン砲 CWIS2 機に変更されているため、アメリカとの軍情も密になっていると見積もられるよ。また近接防空ミサイルに関してはドクトの米独共同開発の RIM116 の1機から、マラドでは KVLS からヘブンを運用する。国産化したものに改装しており、韓国軍艦の防空能力についても向上させていることがわかるんだ。この先、F-35 ライトニング 2B 型の搭載は実現させるのかどうかは未明なんだけど、日本に対抗するべくして建造される韓国産軽空母計画についても注目していきたいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日は東京の地名の由来を解説するね。まずは有楽町すき家橋の地名の由来から行くね。東京都千代田区にある有楽町は皇居の南東側に位置し、東側は銀座だね。大手町丸の内と合わせて大丸ユーエリアとも呼ばれるんだ。東京国際フォーラムや、複合商業施設有楽町センタービル、有楽町エトシアなどがあるね。有楽町の地名の由来は織田信長の弟で茶人として有名であった織田長政有楽斎の名前に由来するんだ。1603年、徳川家康が征夷大将軍として江戸幕府を開いた際、有楽斎は数寄屋橋帝の周辺の土地と屋敷を与えられ、この辺りのことを有楽原と呼ぶようになったんだ。1872年にこの町は有楽町と名付けられ、区画整理を経て現在では千代田区有楽町1、2丁目となっているんだ。続いて数寄屋橋の地名の由来だね。数寄屋橋は1629年に江戸城外堀に架けられた橋。数寄屋は好みに任せて作った家といった意味で茶室を意味し、数寄屋橋の語源は有楽斎の茶室から来ている。この橋は現在の銀座4、5丁目付近になり、数寄屋橋交差点や数寄屋橋公園など周辺にその名前が残っているんだ。次は丸の内の地名の由来について解説するね。東京都千代田区にある丸の内は皇居外苑と東京駅に挟まれた地区のことを言い、町名としても存在するね。東京駅の西側を丸の内口と言い、東側を八重洲口というね。丸の内ビルディング、新丸の内ビルディング、三菱東京 UFJ 銀行本店ビルなど、大手銀行や大企業のビルが立ち並び、日本の金融経済の中心地の一つとなっているんだ。丸の内は塀で囲まれた内側で、城の内側の広いところという意味に由来するんだ。丸が来るわと同じ意味であり、江戸時代に送るわ内と呼ばれた地域にあたるんだ。丸の内は各地の城下町に存在する地名で、千代田区駅の丸の内という町名は1929年に初めて登場したんだ。地方には堀の内といって城の周りの広範囲のところという意味に由来する地名があるんだよ。次は永田町の地名の由来について解説するね。東京都千代田区にある永田町は千代田区の南端に位置し、国会議事堂を中心に内閣総理大臣官邸首相官邸など政府機関が立ち並び、隣接する霞が関とともに日本の国家機能の中枢だね。この地にあった永田馬場に由来し、永田馬場の名前は永田製の旗本屋敷が並んでいたことに由来するんだ。江戸時代の絵図を見ると、遠方の間1673から1681年には永田町と記載があり、永田製の永田善次郎、永田正八の名前が確認されている。その後、多くの大名がこの地に屋敷を置いたんだ。国内の反対勢力を粛清した安政の大獄で知られ、江戸末期に桜田門外の変で暗殺された井伊直弼もその大名の一人なんだ。現在その屋敷跡は、日本の議会政治に関する展示施設建成記念館となっているんだよ。次は大手町の地名の由来について解説するね。東京都千代田区にある大手町は中央区との区境にあたるね。日本経済の中心地として、南に隣接する丸の内とともに日本屈指のオフィス街を形成しているよ。大手町は江戸城本丸大手門の前にあたる町というのが由来なんだ。
大手とは城の正面、表門のことを表すことから、大手門は江戸城本丸への正門を意味するんだ。江戸時代、大手前と呼ばれたこの地域には、幕府の要職にある大名や審判の上屋敷が立ち並んでいたんだ。1872年、大手町という町名が誕生したんだよ。今日はこれぐらいにしとこうかな。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。